重さがね 4.4 キロですね。 4.4 キロで、缶の重さね、多分これ100グラムぐらいのはずなんですよ。重さが 4.4 キロなんで、缶の分引いてだいたい 4.3 ぐらい、4300で500円玉1枚7グラムなんで、割るとね30万トンで7000ぐらいみたいですね、一応計算上は。今日はねバイク買うお金ないので、いよいよこの出番かなっていう感じなんですけど、500円玉貯金ね、これかれこれねもう20年以上になるかな。でこれいっぱいになってね、今こっちもやってるんですけど、これはまだ少し買いたいですね。でね、これを開けていきたいと思うんですよ。でもうかれこれ20年以上なんですけど、最初ねやった時にこの貯金箱に入れるタイミングは、新しい500円玉、割と綺麗な500円玉をこう入れてたんですね。でそれがね大体ちょうどいい感じの感覚だったんですよ。で今これね調べたら、去年の1月か2月ぐらいですかね、小銭の入金ってできなくなったんですよ。できなくなったっていうか、手数料取られるんですね。あのゆうちょなんかの機械もそうですけど、手数料取られるんですよ。で調べたらね、僕今地元のね仙台の銀行なんですけど、四十七ってあるんですけど、見たらね600枚で540円かな。郵便局はねもっと高いんですね。800円か900円ぐらい取られるのかな。だからまあ銀行はねそこそこ、まあ安いっちゃ安いんですけど、ただお金入金するのにね、お金取られるのもどうかなと思って、これ始めた時はね別にそんな手数料とか別になかったんで、今ね銀行もやっぱり手数料いろんなの取られるようになって、あの機械でね小銭入れるやつもお金取られるじゃないですか。で前ね1円玉とか5円玉財布に貯まったら少し別に貯めてて、で定期的にね郵便局の ATM のやつで入金してたんですよ。あれって1円玉も対応になるんですよ。でそれね去年までは無料だったんですけど、今もう有料になったんで、もうそれはやってないんですけどね。あそこがね唯一1円玉5円玉取り扱いできるんですよ。あと10円玉に関しては、 JR のね地下鉄とかの駅でスイカとかパスモとかに入金できるんで、小銭はねたまにそれでやってたんですけど、まあ今ほとんどね電子マネー使ってるので、あまり財布の中に小銭は入れてないんですよ。はい、缶切りもね今持ってる人少ないですよね。缶切りなんか使うシーンないじゃないですか、今あんまりね。前にねこういう回して開けるやつあったんですけどね、それ探してもないんですよね。最近はもう缶切りなんかほとんども使わないんで、これで開けていこうと思うんですけど、開けにくいなこれ。懐かしいですねこれね、缶切りで缶開けるなんて。昔果物の缶詰とかね、よくねパイナップルとかあったじゃないですか、あれ開けてたんですけど、今はあれそのまま開けられるのかな。まあ今タブついてるんでね、そんな缶も缶切りも必要なくなってきてると思うんですけど、あまだ結構でも余裕あったな。これ年数でプレミアついたのってあるにはあるんですけど、まあ大した額にはなんないみたいなんですよね。割とね綺麗なやつだけ入れてたんで、綺麗な500円玉多いんですね。バイクがねホンダのやつ契約したんですけど、来るまでに1ヶ月ぐらいはかかると。でトータルね保険とか合わせて25万ぐらいだったんですよ。本体価格がね20万円、本体価格19万8千かな。で税込みで21万7千ぐらいで、それにね諸経費とかいろいろ含めるとだいたい25万でした。あこれなんか意外とぴったりですね。もうちょっと多いのかなと思ったら、まあまあこれで30万ですね。結構もう入んないくらいのところまで入れたんですけど、まあ余分なのが30万と5000でしょ、6000、あちょうど計算通りですね。さっきこれ 100g のやつ引いて 4.3 キロだったんで、30万トンで7000円ですね。まあ割とぴったりでしたね。でこの中の25万をねバイク代で支払ってきて、であと残りは貯金しようかなと思いますね。はい、レアなね500円玉今調べてみたら、62年、昭和62年と64年みたいですね。あと令和3年っていうのもあるのかな。だからね62年と64年がレアらしいんで、この機会なんで探してみたいと思います。
あれ昭和62年ってこの前のやつかな、初期の500円玉じゃないですかねこれね。あ、やっぱそうですね、昭和の62年のやつは初期のやつですねこれね。一つ前のやつがね、平成15年のやつがなんか少ないらしいんです、発行枚数。だから対象になるのはこれですね、これしかないですね。こう貯金のやつはもう古いやつやってないんで、新しくなってからのやつなんで、該当するのはこれだけですね。614枚のうち4枚平成15年のコイン入ってました。あとね、車にちょっと貯めてたやつなんですけど、これ新しい方ですね。これも令和3年のやつがね、3枚ありましたね。これもなんかちょっとレアらしいです。まあレアっつったってね、500円のものがなんか600円の価値ぐらいの感じなんで、大したことないんですけど、一応ね、取っとこうかなと思います。これはね。はい、以上でした。